こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がハードオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。前回の続きね。ああ、前回はゲームボーイのツインしか動作確認できなかったので、今回はロックマンワールド1と2を動作確認して、次回サターンのストリートファイターリアルバトルオンフィルムの動作確認をしようかと思ってます。しつこいようですが、デッドオアライブさんは Xbox 本体の動作確認の時に一緒にやります。うん、本当にしつこいわね。ってことで早速ロックマンワールド1の動作確認を始めていきたいと思います。とその前にこちらをご覧ください。これ前にロックマン11プレイした時作ったやつじゃない？ああ、ロックマンが好きすぎるあまりウプ主をウップマンに改造して、さらには BGM まで3のスネークマンステージの BGM を耳コピして作ったむちゃくちゃ手間暇かかってるやつです。なんで今さらまたこれ流してるのよ。それはロックマン11のプレイ動画が全然再生されなくて、せっかく時間かけて作ったこれがあんまり見てもらえてないからだぜ。うん、確かに再生回数少ないわね。まあレトロゲームメインのチャンネルだし、最新のゲームプレイしてもあんまり再生回数伸びないだろうと思ってはいたけど、まさか半年以上経ってるのに未だにほとんどのロックマン11の動画が再生回数3桁だとは、報われないわね。ってことで、もし暇で暇でしょうがないって方は再生リストにロックマン11の動画まとめてあるので見ていただけるとありがたいです。通常ステージはほぼプレイのみの動画ですが、ワイリーステージの動画は頑張ってドットへいろいろ書いてるので、ワイリーステージの動画だけでも見ていただけると嬉しいです。これでもかというほど露骨な過去動画への誘導です。さて過去動画の宣伝も終わったことだし、そろそろ本来の趣旨に戻ってロックマンワールド1の動作確認を始めます。起動は問題なさそうね。そうだな。ってことで始めてみます。ファミコンの1からはカットマン、アイスマン、エレキマン、ファイヤーマンの4体が参戦してるんだな。子供の頃プレイしたことあるのに覚えてなかったっぽいわね。まあ本当に子供の頃数回プレイしたきりだったからな。今回はとりあえずカットマンステージでプレイしてみます。うん、やっぱ弾速遅いな。確かに明らかに時弾がゆっくりに見えるわね。そしてロックマンの操作感もなんか重めだな。そうなのね。ああ、まあよく言えばロボットらしい重厚感があるって感じかな。その辺は見てるだけだと伝わらないわね。そうだな。これは実際に触ってみないとわからないかな。まああくまでウプ主個人の感想なので適当に聞き流していただければと思います。てかやっぱむずいな。もうだいぶライフゲージ減ってるわね。うん、一ステージクリアするくらいまではプレイしようと思ったんだけど、これはかなり苦戦しそうな気配だな。とりあえず一気アップ取れたわね。ああ、しかしすぐさまその一気を失いました。これはボスまでたどり着けるかも怪しいわね。そうだな。まあやれるだけやってみるぜ。敵の耐久力も高い気がするわね。そうだな。しかし BGM はなかなかいい感じだな。そうね、ファミコン版とはちょっと違うけど、これはこれでいいわね。よし、とりあえずさっきよりは進めたな。敵の配置が結構やらしいわね。そうだな。これは初見だと結構ダメージ食らっちゃうな。こいつ厄介ね。ああ、耐久力も高いし動きも速いから、倒すのも避けるのも大変だな。ここは突っ込んでこないのね。ああ、まさかのステイだったな。あ。敵の配置が明らかにこっちの体力を削りに来てるわよね。ああ。ここにいたら嫌だなってところにうまく配置されてるな。ある意味かなり考えられて配置されてるってことね。そうだな。ただかなり厳しいは厳しいけど、ちゃんとパターン把握すればうまく進めそうではあるな。かなりの練習が必要になるとは思うけど。ウプ主にはちょっとハードル高そうね。そうだな。うまくできるようになる前に心折れそうな気がするな。うん、ここまでは割とスムーズに来られたな。お、ここもダメージ食らわないで進めたわね。おっと。油断したわね。あ。うん、一回リズムが崩れるとダメだな。もう残機ゼロね。ああ、まだ中間地点にすらたどり着けてないのにな。
ここどうしても食らっちゃうな。なんかさっきより下手になってる気がするけど。うん、やっぱりリズム崩れるとそこからどんどんダメージ食らうな。ここもうまく避けられなかったわね。そうだな。うん、もうダメぽ。終わった。うん、やっぱりボスまでたどり着けなかったな。それどころか結局中間地点までも行けなかったわね。ああ、さすがにこのままじゃ悔しいのでもう一度チャレンジです。もう一回やるのね。せめて一ステージくらいはクリアしたいっす。ってことで再スタートです。うん、やっぱここで食らうな。かなりタイミングシビアよね。一気アップ取らないのね。ああ、取りに行くと結局余分にダメージ食らっちゃうしな。よしよし。今度はうまくかわせたわね。ここからが問題だな。おっと。危なかったけどなんとか落ちなかったわね。そうだな。よし、なんとかさっきより先に進めたな。けどもうだいぶライフ減っちゃってるわね。ああ、敵倒してもあんまり回復アイテム落ちないからよりしんどいな。お、ようやく違う敵が出てきたな。早速撃ち落とされてるじゃない？うん、やっぱ時弾は遅いのに敵の弾は速い気がするな。こいつもだいぶ硬かったわね。ああ、10発くらい当てた気がするな。まあ今のやつは他の作品に出てくる時も結構硬い気がするけどな。このハサミは倒せないっぽいな。このハサミも嫌な動き方するわね。そうだな。ああ、うん、本当に少しずつしか進めないな。お、ここが復活ポイントになるのね。そうみたいだな。これでようやくステージの半分までは来れたってことかな。長い道のりね。そうだな。まあスムーズに来られればそんなに長くないと思うけど。むしろ一ステージあたりは結構短めなんじゃないかな。多分だけど。お、でかいやつ出てきたわね。こいつ苦手なんだよな。うまくかわせないとダメージでかいし。うん、ごっそりライフ持ってかれたわね。ここも嫌なところに敵いるな。おっと。今危なかったわね。いや何やってるのよ。残りライフが少なくなってウプ主が焦ったみたいだな。急にテンパるんじゃないわよ。でこの後も同じところまで来たんだけど。結局やられてまたゲームオーバーになりました。またボスまでたどり着けなかったのね。その後も何度やれども何度やれども全然ボスまでたどり着けませんでした。くっそやられまくってるじゃない。ああ、正直もうウプ主の心はぽっきり折れてしまったぜ。なのでレトロフリークのセーブ機能を使ってちょっとずつ進めてボスまで来ました。逃げたわね。別にせっかくやる機能なんだから有効活用したってええやろが、それにやる気なら編集でさもうまくここまで来れたようにすることもできるのに相手ちゃんとするしましたって言ってるだけペットショップで70万で買った犬を保健所行きになるかもしれない犬を引き取ったって嘘つくよりマシだろうが。いや危ないジジネタぶっこんでくるんじゃないわよ。こうなったら私たちも今のウプ主を売りに出してもっと性能のいいウプ主に70万で買い替えるか。これいらん。うわぁ何をする。いや僕が新しい綺麗なウプ主だよ。だからやめなさいってば。てかしっかりやられてるじゃない。おっと。ついついまた病気が発動してしまったな。ってことでなんとかカットマン倒せた時の映像がこちらです。
然避けれてないけど本当に倒せたの。まあウプ主の華麗なるプレイを黙って見てなさい。はい、ってことでこの通り糸も簡単に倒せました。どこだよ、ウプ主の逃避くらいギリギリじゃない。ウプ主のことは悪く言ってもウプ主の逃避のことは悪く言わないでください。はいはい、わかったわよ。ってことでレトロフリークのセーブ機能を駆使してなんとかカットマンステージをクリアすることができました。本当になんとかって感じだったけどね。じゃあこれはこのくらいにして次はロックマンワールド2の動作確認かしら。いえ今回はこれで終わります。いや結局また1本しかやってないじゃない。いやうんだってここまで結構編集に時間かかっちゃったし、いろいろネタに時間かけるからでしょうが。だって思いついちゃったものはしょうがないじゃないか。いやまたえなり、そんなことばっかりしてるからすぐ時間なくなるんでしょうが。あとは最近エンコードミスる率が上がってきてるのであんまり動画長くしたくないっていうのもあるかな。やっぱり今使ってる PC じゃ動画編集するにはもう厳しいわね。ああそう思って先日 CPU の交換を試みたわけだけど見事に失敗したからな。あ、ちなみに皆様からいただいたコメントを参考にしたり自分でいろいろ調べ直した結果 BIOS のアップデートをしてみようと思ってレノボの自動診断ツールで診断してみたところ、残念ながらこの PC のマザーボードの BIOS はアップデートできないみたいです。終わったわね。あ、他になんか特殊な方法で BIOS アップデートできたりするのかもしれないけどウプ主にはもうこれ以上どうしようもないな。まあソケットの形状が同じでも世代の違う CPU 乗せるときは注意が必要だってことは学べたから全く無駄ではなかったと思うけどな。あと CPU によって消費電力も違うからその辺も調べてみたんだけど第3世代の CPU は第2世代よりも消費電力低いみたいなので、仮に CPU 交換できたとしても電源容量不足になるってことはなさそうでした。あくまで多分だけど。てかどうにかできなかったら動画では取り上げないって言ってたくせに結局動画で報告してるし。いやーもしかしたら気になってる人もいるかなと思いまして、第2世代の Core i7 ならば BIOS アップデートしなくても交換できるっぽいのでもしやすいのが見つかったらまた CPU 交換に挑戦してみたいと思います。いや無理なことしないで素直にお金貯めて PC 自体を買い替えなさいよ。諦めたらそこで試合終了だって言ったじゃないか。うるさいわね。まああれです、どの道そろそろ買い替え時だから CPU 交換できたとしても1年以内には PC 自体を新調するとは思うけどな。どうせ新調するならその前に今の PC でできることやっておこうかなってくらいのノリです。いやノリで結構な金額使うんじゃないわよ。聞こえません。おい、さてさてこのまま話してると結局また長くなっちゃうので今回はこの辺で終わっておきます。次回はロックマンワールド2の動作確認の予定です。結局今回は1動画につき1本の動作確認になってるわね。まあいいじゃない。まああんまり長くなると見るのも大変だしね。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.